イワン・ライテイ作品116は、セルゲイ・プロコフィエフが未完に終わったセルゲイ・エゼンシュティンの映画三部作、イワン・ライテイとその続編のために作曲した映画音楽。このプロジェクトは人気を博したアレクサンドル・ネフスキーに続く、プロコフィエフにとって2作目となるエゼンシュティンとの共同制作であった。礼拝用歌曲でない部分のテクストの大半は、アレクサンドル・ネフスキーのテクストでも、 プロコフィエフと共作を行ったウラジーミル・ルゴフスコイが執筆した。第一話の主題はイヴァン4世の統治時代の初期、1547年から1565年である。彼の体幹、ボヤールの力を抑えようという意志、結婚、1552年の火山襲撃、地位の見込みの薄い病、最初の妻、アナスタシアの毒殺、オプリーチニキの組織、大義が扱われている。 第2話には、ボヤールの陰謀という副題が付されており、1565年から1569年までが扱われる。アンドレイ・クルプスキー校のポーランド・リトアニア合同への逃亡、イヴァンのモスクワ総主教フィリップ二世との論争、ボヤールの作謀、オプリーチニキの過剰、ボヤールとイヴァンの馬が企てた、武力政権、エウフロシニアスタリツカイヤ、 彼女の息子ウラジーミル・アンドレイ・ビチの殺害、国内の敵対勢力に対するイヴァンの勝利が描かれている。映画音楽の送付は、プロコフィエフの生前には出版されなかった。1961年に作曲者の弟子だったレボン、アトブミアンの手で読唱者、合唱と還元楽のためのオラトリオへと編曲された。しかし、この編曲が演奏できるようになる前に、1961年の モスクワで、語り手、読書者、合唱と還元楽のためのオラトリオとしての形で、演奏会形式での初演が行われることになった。この時指揮をしたアブラム・スタセビチは、エーゼンシュテインの映画の劇版でも指揮をしていた。1973年に作曲家のミハイル・チュラキと、振付師のユーリー・グリゴロービチは、プロコフィエフの映画音楽をもとに、バレエ、イワン・ライテイを作らないかと持ちかけられた。 バレエは1975年に初演を迎える。その後の演奏用編曲には、マイケル・ランケスターが構成したオラトリオや、クリストファー・パーマーによる演奏海用脚本などがある。元の映画音楽の全編復元版も出版、録音されている。映画、イワン・ライテは1944年12月30日に公開された。続編の ボヤールの陰謀の公開は1958年まで待つことになる。フランク・シュトローベルが復元した映画音楽の演奏会所演はムジークフェストベルリン開催中の2016年9月16日にコンチェルトハウスベルリンの大ホールで映画を上映しながら行われた。この時の還元楽はベルリン放送交響楽団、合唱はベルリン放送合唱団、独唱は コントラルトのマリナ・プルデンスカや、バスのアレクサンドル・ビノグラードフが務めた。ザ・ブラック・クラウド・オーシャン・シー、ソング・オブ・プレイズ、ザ・スワン、ザ・カノニアーズ、ソング・アバウト・ザ・ビーバー、ザ・オス・オブ・ザ・オープリケ・ニーキー、ソング・オブ・ヒヨドール・バス・マナブ・アンド・ザ・オープリケ・ニーキー、ソング・オブ・ザ・オープリケ・ニーキー二つの映画音楽は、いずれもコントラルト、またはメゾ・ソプラノー一人、バリトン、 またはバスを一人、バスを一人、混成合唱を必要とする。ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット3、小クラリネット、バスクラリネット、アルトサクソフォーン、テナーサクソフォーン、ファゴット4、コントラファゴット、ホルン5、トランペット5、トロンボーン3、チューバ2、ティンパ2、大台子、小太鼓、トライアングル、タンブリン、シンバル、タムタム、カネ、 教会の鐘、グロッケンシュピール、シロフォン、ウッドブロック、ムチ、ハープ、ピアノ、言語部、プロコフィエフの奏行に残されている楽曲を下表に示す。表の順番は項目行にあるボタンをクリックすることで並び替えできる。ページの更新をすることで元の並びに戻すことができる。S と書かれた列には、 映画版の送付を復元した出版社のハンス・シポルスキが付した番号が表示されている。A は付録の意で、この中にはプロコフィエフが編曲もしておらず彼のイワン・ライテイの送付に書き込まれていない礼拝用楽曲が含まれている。演奏には約100分を要する。楽曲の中には2つの部分に分けられるものがあり、そうした音楽は映画の中で異なる形で用いられ方をしている。 イワンの主題、イワンの主題、イワンの主題は次の楽曲中に登場する。ありがとうございます。